どうも、奈良コミのタカです。今回は橿原市のあの有名なパン屋さんのパンと焼肉屋さんのお肉を使ったステーキサンドが食べられるお店に行きたいと思います。魅力すぎる。しかも去年の7月にできたばかりのお店。サンドイッチが食べられるお店はありますが、ステーキサンドってそんなにないと思うのでめっちゃ興味ある。現在24号線を走行中、橿原市のオートバックスの駐車場へ。ここにお店があるんです。それでは行ってみましょう。今回お伺いしたのは奈良県橿原市にある木づかみサンドさん。横にはラーメンといちさんが。ステーキサンドの文字、これは気になるでしょ。そしてこのアートメニュー表、このデザインすごすぎるって。卵サンドとセットメニューも。お店のインスタフォローで200円割引もございます。今回はお手頃価格の桃ステーキ卵サンドにセットコーヒーを注文。ではサンドイッチ乾杯しましょう。それ初めてね。サンドイッチ乾杯。うわ、ローストビーフみたいな。うん、やわらか。やわらか、すごいねこれ。食パンの耳も柔らかいな。ちょっとそのスパイス効いてるな。味しっかりしてるから美味しいね、このパンと。なんか和風ソースっぽいな。うん、結構。ただ味は濃いめ、かなり濃い、うん、こんな柔らかいお肉初めて食べたかもってぐらい。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。絶対噛み切られへんやろ思ったけどな。見た目な、見た目ちょっと噛み切られへん系のやつかなと思ったら、もう噛んでる感じ。噛んでるけど、うん、はい。次がね、こちらの卵サンドでございます。ちょっとこちら中もね、取っていきたいなと思います。いくよこれ。このふわふわ見てこれ、やばぁ。おぉ、この卵サンドうまっ。こんな卵サンド初めて。めちゃくちゃふわふわや。これどうやって作れんやろ。卵サンドに関してはすごいさっぱりしてるんですよ。そんなすごいな、濃厚やとか味が濃いとか味付けがすごいしてあるとかじゃなくて、ほんまに素材そのものの味って感じでさっぱり食べれるんですけど、何よりこの食感がすごい独特。ふわふわやねんけどザラつきもあるっていうね。めっちゃ美味しい。これは卵サンド専門店って言っても売れるレベルやと思う。引き立てのコーヒーでございます。コーヒーもあるって嬉しいよ。あーうまい。口入れた瞬間のこの苦味がちょっと強くバッと出るんやけども、ふわーっと消えてく。そんな後味苦さっていうのがすごく残るわけじゃないんで、飲みやすい。あー落ち着くわ。いいね、奈良コミ。はい、てなわけで木づかみサンドさんの方でサンドイッチ食べたんですけども、うまかったですね。贅沢ということでね、こんなにね、ザ肉やっていうサンドイッチ僕初めて食べたんですけども、めちゃくちゃ美味しかったです。何よりそのね、ソースの味付けもそうなんですけど、肉の素材、肉の旨味っていうのをね、もうね十分に楽しめるねサンドイッチで、まあ、こちらもも肉なんですけど、それもめちゃくちゃうまかったですね。他のメニューでね、それこそタンもあったりとか、希少部位のイチボとかね、貝の実とかペレステーキとか、まあちょっとお値段は張るんですけども、もも肉であの肉のクオリティ出してくれてるんやったら、もう相当うまい肉出てくるんやろうなって、もう期待感マリパリッパリ上がりましたね。こちらお肉が橿原の長手町の方にある三日月さんっていうね焼肉屋さんで使われてるお肉を使ってて、パンが八木駅近くにある亀パンっていうね、その食パンがね売りのね食パンを使ってて、これはもうそら贅沢で美味しいに決まってる。だからそれをよくこの価格で出せるなーって思いましたね。こちらね、まあコーヒーとねサンドイッチだけじゃなくて、なんかシェイクとかもあったりして、それもねいろんなフルーツ使ったシェイク、奈良県産であればイチゴのねシェイクがあったりとかして、これも気になりました。オートバックスのね敷地内にあるお店の一つになるので、
オートバックスに用事あるときにね、ついでに買ってもいいなと思いました。駐車場もね、あのオートバックスの敷地内に広いんでね、止めるとこ困らないと思います。まだね、こちらのお店去年の7月にできたばかりのお店でね、まだまだ新店ですのでね、見たことないよって方はね、ぜひ一度足運んでね、食べてみてもらえたらなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、概要欄の方確認お願いいたします。本日のタカの一言、ステーキサンド至福すぎる。次回の動画でお会いしましょう。